とね、ちょっとゆすりながら全体的にタレを絡めてください。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、食べ応え抜群でご飯のおかずやおつまみにおすすめの肉巻きししとうのガーリックマヨポン焼きの作り方を紹介させていただきます。お弁当なんかにもね、入れれますし、この夏に美味しいししとうのね、シャキシャキとしたいい感じの食感に豚肉の美味しさがね、まとわりついたマジで美味しい一品なんでね、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ししとう20本、豚バラスライス10枚、スライスチーズ2枚、マヨネーズ大さじ1杯ほど、ポン酢大さじ2杯、おろしに肉小さじ1杯。材料は以上です。はい、まずはポン酢の方におろしにんにくね、小さじ1杯ぐらい加えて、はい、しっかり混ぜ合わせてなじましておいてください。これ仕上げの味付けに使います。はい、お次はししとうの下処理からやっていきます。こちらのししとうね、加熱すると破裂する恐れがあるので、こういう串や爪楊枝なんかをズボッと刺して穴を開けておきます。はい、こんな感じでね、適当にズボズボ刺してください。よいしょ。はい、この状態でヘタをむしり取っていきます。そうするとね、簡単に取れて、もう穴開けるのもこれで終わりなんでね。はい、ポロポロとヘタを外してください。はい、こんな感じね、ヘタが綺麗に取り除けたら OK。 はい、こんな感じでししとうすべて穴を開けてヘタを取り除いてください。いや、これね、マジでちょっとブスブス刺すの気持ちいいんすよ。はい、こんな感じで、あとはもうヘタをむしり取るだけ、超簡単。はい、こちらししとう穴開けてヘタを取り除いたら、さっと水洗いして水気を切っておいてください。はい、これ豚バラ肉を並べておいてください。そこへ先ほどね、切り分けといたチーズ、はい、こんな感じでね、ポンポンと適当に真ん中ら辺にのせちゃう。そしてししとうですね、はい、これもね2本。そしたらこれ豚バラ肉でちょっと引き締めるようにして巻いていってください。よいしょっと、もう大体で OK よ。はい、こんな感じ。はい、この時ね、豚バラ肉をちょっと引き締めるようにしながら、ししとうとチーズを巻き込んでいく。はいよー。はい、これで OK。これをね、すべて作ってください。いや、これマジでね、つまみにもなるし、おかずにもなるしね、ほんと万能、お弁当なんかにもいいですよ。はいよ、これ、肉巻きししとう。はい、こちらフライパン、今回はねマヨネーズを使って焼いていきます。まあ大さじ1杯ぐらい絞り出してください。そして火をつけます。火力は弱火と中火の間ぐらい、ゆっくり温めながらこのマヨネーズをね、分離させて油の状態にします。そこで焼いていくとむちゃくちゃ美味しい。はい、こんな感じですね。マヨネーズ焦げやすいので、弱めの火力でじっくり加熱すると油に戻ります。そこへ先ほど巻いといた肉巻きししとうを並べて入れていってください。はい、あとはね、この表面を転がしながら全体的に美味しそうな焼き色がつくまで焼き上げる。はい、この時巻き終わりを下にして焼くとね、ほどけにくいんで、この状態でこんがりと焼いていってください。要は 1,2 分焼くとね、いい感じに香ばしく焼けてくるんで、裏表ひっくり返す。はい、この時ね、巻き込んどいたチーズが流れ出てきますけど、もう無視してね、焼いていってください。これがね、カリッとしてきてまた美味しくなるんで。はい、こんな感じね。よいしょと。うまそう。じゃあ裏側もいい感じに焼いちゃいましょう。はいよー。だいたいね、片面2分ぐらいずつ焼くと、美味しそうなね、こういう香ばしい焼き色が表面につきますので。はい、そしたら仕上げ。はじめに合わしといたこの、ニンニクポン酢。回しかける。はい、あとはね、ちょっとゆすりながら全体的にタレを絡めてください。ほんと火力強いと焦げちゃうんで気をつけてください。はい、コロコロ転がしながら1分ぐらいで OK です。このタレを煮詰めながら表面に絡める。よいしょ。はい、タレが煮詰まってね、ちょっとトロッとしてくるんで、しっかりと絡めてください。こんなもんかな。ちょっととろりとして全体に表面に絡んだら OK。 じゃあ盛り付けていって食べちゃいましょう。はい、完成。肉巻きししとうのガーリックマヨポン焼き、もうこれがね、おつまみ、ご飯のおかず、お弁当のおかずなどね、万能なんで、ぜひ作ってみてください。それではキュー。
をいただきます。うますぎる。もうししとうもシャキシャキで、この巻いてる豚肉がね、食べ応えがあってめちゃくちゃジューシー。やっぱね、マヨネーズでもう野菜焼くだけでもね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あのマヨネーズの風味とね、まろやかさが加わって、ほんと塩コショウするだけで抜群なんですが、そこに豚肉巻いてるんでね、もう間違いない。このままね、お弁当に入れていただいてもね、いい感じですし、ほんとおつまみやご飯のおかずに抜群。うん、うまっ、たまらんわ。しかも今回はね、ニンニクポン酢を絡めてあるんで、めちゃくちゃうまい。このお肉の美味しさも感じられて、野菜のシャキッとしたいい感じの食感もあってね、マジ抜群なんでね、これ作ってみてください。止まりまへん。うますぎ。